内閣の総力を挙げて、大胆な金融政策、機動的な財政政策、民間投資を喚起する成長戦略、この3本の矢で、経済政策を力強く進めて、結果を出してまいります。 総理として国民の生命領土美しい海を守り抜いていくという決意を示していきたいと思いますまあ、今この瞬間にも尖閣諸島沖では海上班長や自衛隊の諸君が日本の海や空を守っています日本の安全保障は一言ではなく今 そこにある危機であります日本外交の基軸である日米同盟の絆を改めて強化していくことが日本の外交安全保障立て直しの第一歩であると認識をしております。